皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はパン作りの製法ということで、ゆだね法というものについてお伝えしたいと思います。ゆだね法っていうのは、小麦粉の一部をですね、熱湯でこねて、その熱湯でこねることによって小麦粉のでんぷんが固化、のりっていう字書くんですけどね、米辺に古いっていう字に月って書くんですけども、固化、させて作っていく種ですね。でこれにパン生地の方の材料を入れていくことによって、通常のパン以上にですね、でんぷんの固化率が高くなるんですね。そうするとどういう感じになるかっていうと、しっとりとかもっちりした食感が強くなります。あとは甘みが強くなるっていう特徴がありますので、そういうような、ね、パン、主に食パンとかに使う場合が多いでしょうか。ゆだねはね、はい、パンを作りたい時に、ゆだね法っていうやり方でやるケースもございます。